朝から綺麗なお花見てどう？なんかさっぱりする気持ちが。色鮮やかなコスモスが井の南中学校の南側の畑およそ6500平方メートルで八分咲きとなっています。このコスモス畑は4年前井の南中の生徒有志が地域のボランティアの人と整備を始めました。今年は授業の一環として全校生徒48人が種をまき、近くで見られるよう新たに遊歩道を設けました。中にはコスモス畑を通って登校する生徒もいます。綺麗やねみたいなは言ってくれて嬉しかったです。井の南中の生徒が育てたコスモスの見頃は今月いっぱいです。